こんにちは。それでは中村屋カリーのね、ラーメンというものを食べたいかなというふうに思いますね。はい、で、中村屋カリーっていうのは、どういうものかというと、新宿中村屋っていうのは、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、カレーのお店ですね。で、インド独立運動の志士ラス・リガリー・ホースが、日本への亡命を手助けした創業者夫婦に心を込めて振る舞った、祖国のカリー。昔はカリーって言ってたんですね。カレーってんじゃなくてカリーって言ってた。で、その感動が中村屋のカリーの始まりで、1927年、レストランの開店以来、人インド式カレーをはじめさまざまな料理ともに進化し続ける新宿の、まあ、名店と。多分私がもし間違ってたら申し訳ないんですが、この中村屋というのが多分おそらくは日本で初めて、カレーというものを広めたんじゃないかと思うんですね。で、カレーはずっと昔、江戸時代以前かな、大昔からインドの方ではもうカレーというのを食べる習慣というのはあったらしいんですが、まあ、日本ではカレーっていうものはまだ馴染みがなかったんですね。で、それで1927年にレストランをカレーの、まあ、専門店というかレストランを出したらしいんですが、確かそのあたりっていうのは、まあ、大正時代かもしくは明治時代ぐらいかもしれませんね。ちょうどそのあたりぐらいの時代の時に、まあ、文明開化というのがね、明治になって帰ってきたんで、まあ、それで西洋の食べ物とかが一気に入ってきたわけですよ。例えばパンだったりとかスープとか、まあ、そういったものが入ってきたので、まあ、このカレーというものも西洋の文化を通じて、入ってきたもの。それをこの中村屋というのがおそらくは一番最初に、そういうカレーというものを広めようということで、そういうお店をね作ったと思います。ですから多分本当にもう昔のそういうお店ってのは、今でこそねカレー屋さんとかっていうのはね、そういう食べ物屋さんっていうのは、まあ手軽な価格でね、いつでも気軽にその食べられるようになりましたけども、昔のそのレストランとかっていうのは本当にお金持ちの人じゃないといけなかったですからね。本当にもう金持ちのな金持ちじゃないとそういう外食ってできなかったので、まあその頃からずーっとあるっていうことですから、なかなか老齢ブランドでね、いいブランドではないかなと思います。で、そしてこれが麺屋の武蔵というもう一つになりまして、これは1996年に創業以来、各店舗で独立。メニューや、期間限定メニュー、企業コラボなどを徹底的に実施、ラーメン界の第一線を走り続ける人気店らしくてですね。で、2020年3月に、現在に都市部を中心に国内15店舗を備えて、革新的なラーメンに挑戦をし続ける唯一無二の店作りを展開しているらしいんですね。それが麺屋武蔵と、前食べたことありましたけどね。で、それがありまして、1996年。だからこれもやっぱり25年以上ですかね。立ってるかなと思うんですが、まあ歴史としてはまだ浅い方かもしれませんね。でもまあそれで、やってると。で、そのラーメン屋と要するにカレー屋が、共同で、このエースコックのカップラーメンというのを通じてですね、共同で、作りましたということでね、カレー屋のプロ対ラーメンのプロがこうね、ラーメンのという一つのカップラーメンというものに挑戦をして作りましたという感じです。で、見た目的にはですね、今度すごい赤いんですね。真っ赤ですみたいな、感じなんですが、まあどんな感じだかっていう。確かに辛いです。で、唐辛子がすごい効いてるっていうか、で同時にそのスパイシーがすごいですね。で、この中村にはよくついてくるその
胡椒みたいなやつがあるんですが、独特の、あの酸味、酸味じゃない、独特の、あの香りっていうかスパイスがあるんですが、まあそれがあのあります。あの自然で確かね、森の中かなんかで取れるやつなんですよ。わさびみたいな感じのやつで、あの森の中に取れる、山菜みたいな備えがあるんですね。でそれを使ってるんですけど、まあ、そういう、香りも良いですし、でそれで麺や武蔵が麺や武蔵ならではのそのスパイシーの味わい、これがまあドッキングすることによってさらに辛くなっているという感じですね。でも辛いんだけどその匂いが、いいです。で、あのね、スープが非常に、こってりとしてるんですが、味わいが非常にいいです。で、非常にこのラーメンの味がね、濃いですね。で、非常に何が、武蔵の独特のあの細い麺の味ですね。で、あのカリーの独特の味がします。で、これはローソン限定のカップラーメンです。で、そこにちゃんと不思議ですよね。あの独特な中村山中村山村で、よくスーパーとかにもね、あのレトルトのカレーの、まあ、カレーにこだわる店なんで、レトルトカレーのね、ものをこうよく販売していますけど、その味です。で、中村屋で食べる、カレーの味と、そしてこの万屋武蔵の独特のあの麺の味で、こういうのが混ざってしまうとね、こうどんな感じなのかなんだろうなみたいな思ってたんですが、それがうまい具合にこう半分半分入ってるみたいな感じですね。だから最近の技術ってすごいなと思うんですけど、昔はまあそれこそ混ざって入るような感じだったんですが、最近これは受けるものって半分は、要するに半分は中村屋独自のまろやかなカレーなんですね。で、半分が武蔵麺屋独自の、まあ、コクのある味わいなんですよ。で、そこにこうスパイシーが効いた味なんですが、それが見事に半分ずつ入ってるというような感じですね。で、そこにこのラーメンが乗ってるっていうね、だからカレーにラーメンなんて合うのかよっていうふうに正直思ってたんですが、まあこれが意外と、この商品に関しては合うんじゃないかなと思います。私が食べる分にはこの商品に関してはこれはいいんじゃないかなと思います。このスパイシーさと、この独自の麺の味が良くて、結構な、カリーな味ですね。カレーの味。で、このスパイス。
それはなかなかいいですよ。ちゃんと不思議な、本当に不思議なんですが、あの中村屋独自のカレーの美味しさと、あの麺屋武蔵の美味しさがありますね。麺屋武蔵の方はどっちかというと、そのカップラーメンではローソンを通して、ローソン限定で出してたんで、まあ、それを通してこう知り渡ったかなっていう感じなんですね。で、対して中村屋のカレーっていうのは、まあ、主にそのレトルト販売っていうのかな、まあ、スーパーなんかに売ってるレトルト食品で、まあ、知り渡ったかなと思うんですが、まあ、どちらも本当に食べ比べても味わいが良くて、これなら、まあまあ、なかなか食べてもいい味で、結構、辛いですけど、まあ、いい味だなと思います。そしてこの、あの山菜の辛さ、独自の山菜の味っていうんですかね、まあ、そういった、ちょっと鼻につるんと吹きはしますけれども、まあ、そういったところが、あの山のシャチの、辛みの味っていうか、それがちゃんとあるので、これはなかなかいいなというふうに思います。ただこれちょっと山の山菜の味が入ってるんで、それが苦手な人はね、山のスパイスが入ってるから、それが苦手な人はちょっと、あのもう匂いを嗅いだだけでうーってなるかもしれませんが、さすがにそれで気絶する人はいないと思いますよね。それで、あ、気絶してしまいましたみたいな、そういう人はいないと思いますけど、まあ、あの苦手な人は、進めはできませんけども、まあ、山菜の味と山菜の匂いとかそういったものが好きな方であれば十分いける味わいではないかと思いますし、この麺の辛さと、この中村屋のとろりとした味わいっていうのが、これがなかなかいい味出してるなと思いますから、結構これはこれで本当にいける味で、どちらが入ってもそのまろやかさの上にカレーのまろやかさが混ざり込んでるって感じで、これは結構新しい感覚って言えば新しい感覚ですね。今までカレーにラーメンという発想もなかったですし、そういったものを食べられるということ自体が考えておりませんでしたので、まさに想定外ですって、ソフトバンクの意味じゃないですけど、想定外だったので、まあある意味嬉しい想定外ですね。これ嬉しくない想定外でしたら困りますけど、嬉しい想定外だったんで、これはこれでいい味ではないかなというふうに思います。どうもありがとうございました。